ジェネラルアトミックス・アベンジャー・プレデター、C ・アベンジャー・ジェネラルアトミックス・アベンジャーは、アメリカ合衆国のジェネラルアトミックス・エアロノーティカル・システムズ社によって開発中の無人戦闘攻撃機で、ある。通称、プレデター・ C ーとも呼ばれる。RQ-1 プレデターや M、MQ-9 リーパーとともに、ジェネラルアトミックス・エアロノーティカル・システムズ社が、 開発中の無人攻撃機である。もともとは3種類製作された RQ-1 プレデター B 試作機のうち2号機をベースに開発されている。この B-00 には他の2種類とは異なり唯一ターボファンジェットエンジンを搭載したものであり、最高速度も時速 740km と他2つを凌駕するものである。この試作機をもとに、 プラットホイットニーカナダ PW545 バイトへ、乾燥して、機体を、ステルス製重視の設計とし、兵器を、ウェポン米方式に、F、F-35 や F-22 のように、垂直尾翼を、V テールにし、エンジンを、S 型エキゾーストにするなど、レーダー反射弾面積を低減させる工夫も、凝らされている。なお、アメリカ海軍の艦載機としてのトライアルに、 参加できるよう、翼は折りたたみ可能となっている。レーダーは、MQ-9 と、同じく、a n a p y 8リンク x 2合成回向レーダーを搭載しているが、アエサレーダーを使った、広域監視センサーも搭載している。2009年4月4日に初飛行。しかし、アメリカ空軍が推進していた。 MQ-9 の後継機計画 MQX が2012年2月15日に中止されたため本機は行き場を失い2018年に至るまで採用者は現れていない一時アフガニスタンに派遣すると報じられたこともあったが空軍は試験用に限定してアフガニスタンには派遣しないと否定したまたアメリカ海軍の UCLA 計画に提案したことも あったが、この計画は偵察と攻撃のどちらを主体にするかの方針が定まらないままとんざした。2016年4月8日、インド空軍は約100機のアベンジャーを購入することをアメリカ政府に要望していると報じられた。ジェネラルアトミックス社の幹部は、インド海軍のために、プレデター XP を40機購入する交渉中であり、アベンジャーを100機購入する許可を求めていると、 発言している。他、インド軍当局は、アメリカのアシュトン・カーター国防長官が4月10日に、インドに訪問する際に無人機の購入について、協議するとしている。2018年11月9日、日本国政府が、海上自衛隊にアベンジャーを導入する方向で、検討していることを、読売新聞が報じた。日本周辺で活動する中国軍の艦艇や、 北朝鮮のセトリーと呼ばれる密輸取引の監視体制を強化する狙いがあり、2020年代後半に運用を始めることを目指しているとされるが、その後、具体的な動きは一切ない。また、無人機の活用を防衛計画の代行に盛り込むことも検討している。ありがとうございます。